はい、よい風景です。それでは、やってまいりましょう、続きを。で、アバロンに戻るところですね。まずはイベントですね。今、オートで動いてます。ついてくる子供たち。まあ、ここも何度も往復することになりますけどね。更新ができればなんですけどね。なんかよく突っ込まれることですけどね、この人なんか座ってるんですよね、玉座に。これも演出なんでしょうね。王位の継承を約束されているっていう、多分そういうことなんだろうなと思うんですけれど。おう、七夜竜が帰ってきたというが、争いが収まる気配はない。戦いも当分続くだろう。ジェラールも戦闘経験を重ねて、ヴィクトルの片腕として働かねばならぬのだった。オワイーブという女がお目通りを願っておりますが、まだか。連日熱心に通ってくるのは仕方ないとしてやる。お目通りが叶いまして光栄です、皇帝陛下。まだお若いな。魔導士というから相当な年寄りかと思っておった。お前たちは下がっているぞ。この前が見れないんですよね、このオアイーブの。あの女も同士今日はついてたな。父上が話を切り、打ち切る出しに使ったわけだ。無理するなよ。じゃあ、ここはね、悩みどころなんですよね。っていうのもですね、炎の魔法を覚えるかどうかっていう話です。皆さん、なんていうかな、選択の余地がないくらい覚えるんだと思うんですよ。だけどね、一人でやるっていうことはね、ずっと、術法研究所が、できるまではずっと炎の魔法を継承しなきゃならないってことなんですよ。これはね、難しい選択なんですけどね。難しいっすね。今回やめておきますか。うん。なんか、その方がいいかなって気が。するんですけど、あ、わからない。あのね、わからないです。どっちにすればいいかわからない。でも、ここで、決めておかないと、結局のところもう覚えられないんだから、しばらくは。あ、難しいな。炎の魔法。覚えるか。でもね、使わないんですよ。結局。炎の魔法って、後半になるまでは。難しいですね。覚えますか。覚えましょう。うん。やはり、ファイアーボールを覚えましたが、これは茨の道かもしれないですよ。結局のところ。よし。これで戻って大丈夫かな。水の魔法を覚えられないってことなんですよね、結局ね。結構問題なんですよ。回復できないってことだから。ソーモの苦人士が危険な奴だと注意しに来たのだ。しかし、苦人士も七英雄の一人、気を許してはいないが、そう無茶なことをする奴でもあるまい。ウォッチマンを討伐。ってことですね。じゃあ、ですね、まず、装備を整えますかね。まず、ここに、なんだかあるんだよな。これか。傷薬を全部下ろしておこう。本気で傷薬も下ろしておこう。防具はないと。で、もう全員傷薬持ってるか。ジェイムズが、足りないか。これでよしと。でですね。なんかされない方が、結構いるのかもしれないですけど、装備をね、三つぐらいか。こんなもんか。まあ、いくらあってもいいんでね。で、あとは、どこだっけ。防具をね、整えておきます。
じゃあ、あとフェイスマスクを5つと、バックカバーを5つで、ちょっと誰が何持ってるかっていうのが把握してないんで、なるほど、なるほど。じゃあ、ラビットイヤーはとりあえず外しておこう。まあ、せっかく手に入れたんですけど、あと、じゃあ、この人はこれでいいか。で、これはこれでいいな。で、この人はこの人。この人がね、とにかく、貧弱なんで、つけとくか、せっかくだから。で、こう立てと。昇級を外しておこう。これでいきます。はい、じゃあちょっと早いですけど、今回は、切って次回、ロッチマンの巣やってまいります。ご視聴ありがとうございました。